局教室に到着するのはいつもと同じ時間帯かよ。前回のあらすじ、なんと院長並みの爆乳キャラがもう一人いることが発覚しました。あの人の群れの球根を埋めて育てたらどうなるんだろうね。何言ってんだろうね。性格は早くしてきたのに、ひょっとして俺はこの時間帯に妙なインクでもあるじゃないかな、だなと思ってしまう。まあ今朝は興味深い出来事もあったし、早起きも無駄じゃなかったかもな。早くあの球根目を出してくれないかな。めっちゃ気になっとんやん、球根のこと。というわけでだ、これから英単語小テストを始めるわけだが、準備はいいか。カズト大ピンチの巻、絶対勉強してないし。何の前触れもない早瀬先生の言葉に教室は一気に荒々しくなった。小テストがあるなんて今まで一度も聞いてませんよ。予告したら抜き打ちテストにならないだろう。だったら準備も何もできるわけがないでしょうが。何、俺も鬼じゃない、しっかりと準備期間を与えようじゃないか。準備期間、そうだな。今から5分間与えるから、その間にせいぜい神様にでも祈って。神に祈る時間ぐらいは許してくれるんや。助けて死刑の神様。というわけでゲスト前に5分間の猶予を与えられたわけなのだが、短い5分間、たかだか5分間ではできることが限られている。さて俺はこの5分間に何をするべきか。祈れ。これは人知の及ばない力が降りてこない限り巻き返しは無理だ。さあレッツ神に祈ろう。助けて死刑の神様。やめろ、お前が祈ったら祈りの効果が薄れる。罰当たり目。悔しいがその通りだ。目に見えない力にすがろうじゃないか。よしよし、オーケーオーケー。黒薙はそう言いながら懐から何か出す。それは なんだこれは。なんだ、可愛い女の子。え、もしかしてお前の妹。さあ高崎よ、この寡黙系少女大名人に。誰だよお前、誰だよこれ、可愛いじゃねえか。誰だよ、何かアイドルらしき少女の写真でやった。誰だよ。これぞツリブの守護神立花つぐみたん。あ、ツリブ、同じ部活の女の子。ちょっと待て、それのどこがご神体だ。ただのアイドルの生写真じゃないか。いや待てよ、ご神体とは像とか石とか無機物に魂を宿らせているものだとか知り合いの巫女さんから聞いたことがあるような気がする。ということはだだ、強引に見ればこの写真もどこかの祠のご神体に見えなくも。やっぱり見えんわ。やぶり捨てた。俺の宝物に何をする。黙れ邪教徒、そんなに大切なものなら一生しまっておけ。あがめよ、本物の神にあがめよ。今からでもこいつと喋ると時々頭が痛くなる。俺はやはり真面目に勉強しておくことにした。真面目に勉強した結局。やはり他力本願をよろしくない。うん、さて5分経ったし、そろそろテストするぞ。教科書しまえ。神に祈る準備はできた。あとはただ目の前の困難に立ち向かうだけ。とうとうテストの時が来たようだ。教科書とノートを机の中にしまうと、前の時から年と用紙が回ってくる。そして間もなくテスト開始だ。必死にさっき覚えた単語を当てはめて書き続ける。もちろん合っているかなんてわからない。ただひたすらにすき焼きの曲をたぐってそれをなぞっていくだけだ。というわけでな、テストは何度か終了した。後ろの生徒がテスト用紙を回収する。ちなみに俺の列の最後尾は黒薙だ。
黒なぎ、俺のテスト用紙に変な細工するなよ。俺がいつ何をしたって言うんだ。しそうだもんな。だったら普段から疑われないような行動を心がければいいのに。まあ黒なぎにそれを諭すだけ無駄な行為もないが。今回のテストは土曜日までに採点しておくので覚悟しておくように。罰ゲームとかあるんかな。点数が何点未満の人は3回回ってワンと叫ぶところを見せるように。罰がいじめ。覚悟ってなんだよ覚悟って。それはさておき、授業の続きをする。教科書79ページからだったな。もう何がどうなかったかのように普通の平常授業を始めたから。どうやらここからは通常通りの授業らしい。通常通りのというわけで、座敷わらしの伝承はそのほとんどが東北地方あたりで聞かれているんだ。なぜ座敷わらしの話が英語の授業で出てくるん？ジャパニーズホラーだよそれは。イングリッシュの授業にジャパニーズホラーの話が出てるよ。 Why Japanese people？ なるほどなるほど。はっ、どうして英語の授業が民族学にシフトしてんだ。ところでみんな、寡黙系少女という言葉を知っているか。いや、さっき黒なぎから聞いたわこの話。寡黙系少女がどうとかだ。聞いたこともない言葉ってさっき言わなかったっけ。あれは寡黙系で、あれおかしいぞ。生徒たちは首をかしげる。ただ一人を除いては。だよな、黒なぎはちょっと反応すると思ったわ。その一人の男性の名は黒なぎ涼也って読むかな。その程度の社会常識知ってて当然です。ネットの社会の常識だよそれは。ほう、黒なぎはわかるようだな。さあ行ってみろ。寡黙系少女とは口数が少なくて不思議な雰囲気をまとっている少女の総称です。エクサクトリー。その通り。英語入れてくるなお前。そういうところで英語教師感出すんじゃないわお前ね。横からはいひょっこり反してきやがった。表情は決して豊かではない。しかし綾瀬先生はものすごい勢いで黒板に細かい文字を書き始める。パッと見ただけで寡黙という単語が何度も使われていることが読み取れる。だが全く無表情というわけではない。実は微妙な表情の変化、そして仕草等で彼女なりの精一杯の感情表現をしているのだ。やばい、情熱が東進ハイスクールなんやけど。説明しつつも細かい文字群の隣に大きな文字で寡黙萌えと書く。そんな彼女を見ていると心の奥に何かがぐっとこみ上げてこないか。そう、それこそが寡黙萌えだ。言ってることもわかるけどさ、授業中ですよ。綾瀬先生がバーンと黒板の寡黙萌えの文字を誇示するように叩く。そして重要なのはあくまでも少女だというところだ。少女なんて甘美な響きだ。人生の中で最も気持ちが揺れ動く時期、それが小思春期。それはたまらなく魅力的なことなんだ。語る場所間違ってますねこれ。ネットで語ってくださいよこれ。一体何なんだよこの授業は。クロマー聞いていると洗脳されてしまいそうなので、誰にも見つからないように張って教室を出る。出て行った。授業中なのに出て行ったわ。さて昼飯の時間まで適当に校内をぶらつくか。どうせ授業中で廊下には誰もいないだろうし。だと思って歩いていると保健室の前まで来てしまった。そう、ここは朝門学園の中にいくつかある魔境の一つなのだ。前々から言おった。保健室はその中でも特に危険な部類に入る。なぜかというと、今ちょうどいいことに一人の男子生徒が頭を押さえながら保健室に入っていった。すいません、頭が痛いので休ませてください。あら、それはいけないわね。すぐにベッドに横になりなさい。やばい声が聞こえてきたやつ聞きますよね。はい。で、なんで先生どうしたんですか。いえ、
あまりにも心配だから診察してあげようと思ってね。え？あなたはただ寝てるだけでいいのよ。だから私に任せて。主に体をね。ちょっと待ってください。そんな診察してもらうほどじゃないんで。あら、本当に大丈夫かしら？ええ、大丈夫です。診察は間に合ってます。というか、その手つきやめてください。あらあら、遠慮しなくてもいいのに。でも、そこまで言うなら仕方ないわね。本当に少し寝てればよくなりますんで、って何ベッドの中に潜り込んでるんですか？気にしないで。ただの添い寝よ。違う、絶対に違う。というかどこ触って。いやー、やめて、助けて。数分後、衣服の乱れた男子生徒が泣きながら保健室から出てきた。なんてものを見せてくれるんだ。つまりはこれこそが保健室が巻き起たるゆえなのだ。男女とも保健室に入って何もされなかった生徒はいないんだとか。女もいけるタイプ、両党だったわ。まあ、女の子が嫌ラメな目に遭っているところは俺も見たけどさ、男は嫌なんだよな。つくづく恐ろしい話である。本来体を休める場所で転送の危機に陥るなんて。あともう少しだったのに逃げられたか。あれ、高崎くんじゃないの？あれ、ああ、佐々木先生、こんにちは。あれ、見た目割と普通っていうか、むしろ美人で、あ、この人もおっぱい大きいな。あれ、こんな人に襲われてさ、あんな感じになるの？俺は、はい、喜んでて受け入れてちゃうかもしれないな、このおっぱいは。このおっぱいは。保健室のテリトリーって言ってるからな、保健教室。佐々木ひじり。いや、実際には本当に教師なのかわからない。なぜなら、一度も授業を受けたことがないからだ。保健教師ならば、そのようなことはないだろう。しかし、いまだセントル、誰もがこの教室に教わったことがないのだ。怪しすぎるだろう。お前、この学校の教師として契約どうなってんだ、お前。教師かどうか怪しいので、一部の連中は敬意を払って、保健室の主と呼んでいるという。どうも苦手なんだよな、こういう人は。高崎くんも気分悪くて保健室で休みたいのか。ハスキーボイスって言うんかな、こういうの。声が男性なんだよな。でっかいパッドを入れてる巨乳に見せかけた男の人だったりするんかな、これもしかして。そのでかいおっぱいは偽物なんですが。いえ、それは絶対にないっす。俺は全身、え、身体全体で即否定する。さっきの男子生徒の二の舞はごめんだ。いやーね、襲ったりなんかしないわよ。さっき5分前に人に襲いかかってましたよね。嘘だ、絶対嘘だ。第一の目が語ってるぞ。ねえ、保健室で麦茶でも飲んでいかない？クーラーだって気持ちいいわよ。麦茶に何入れるつもりなんだよ。いえ、これから俺昼飯食いに行くんで結構です。クーラーは魅力的だが、身に危険を感じてまで涼みたくはない。そう、残念だわね。せっかく新薬の調合手伝ってもらおうと思ったのに。怪しいことに付き合わさないでください。何の薬だよそれ。ねえねえ、出前取ってあげるから手伝ってくれない？怪しい！どうしてそこまで待遇いいんだよ！絶対に俺にやらせないこと！調合だけじゃないだろう！危険だ！理屈抜きに危険だ！これ以上ここに長居するとおそらく食われる！その時だった！あー、チャイム！昼休み解消チャイムだ！まさに抗議！では、時間なんで俺はこれで失礼しやーす！俺は全速力で失踪して、保健室の主の魔の手から逃れることに成功した。あの人の魅力はおっぱいだけにある。ああ、
あんな性格じゃなかったらおっぱい大きくてね、よかったんですけどね。もしかしてあれ、ほんまに男の人だったん？中、ちゃんと、男の人だったんかあれ。俺が学食に着く頃には、ちょうどいい時間になっていた。さて、今日は何を食べるかな？あ、俺が決めれる。前パン食ったけんな、今日は学食のうどんの方にしとけばいいんじゃない？学食のうどんを食べよう。なんだか今はうどんが食べたい気分だ。うどんといってもいろいろあるからな。何うどんにしようかな。まだ人も少ないので、悠々というメニューを選ぶことができる。きつねうどん。安定した甘さがだ、目新しさがない。はるかの好きな天ぷらうどん。これは以前にも食べたからな。他にも何か、ん？すき焼きうどん。おお、中でうまそうなんで、すき焼きっていう響きがいい。これはなんか斬新だな。よし、これは頼もう。というわけで、これがすき焼きうどんだ。うどんの上に肉とネギと白滝と具がとして乗っかっている。さすがに焼き卵とかは用意されていないが、一口食べてみる。お、しっかりすき焼き風の味付きだ。何気にうまいぞ。しかし、この学食って妙なメニューが紛れてるよな。変にチャレンジャブルというか。そんなことを思いつつも、存分にすき焼きうどんを満喫したのだった。ああ、安心した感じで終わった。おい、高崎、放課後だってのに帰らないのか？え？周りを見渡してみると、そこには俺と黒薙いない。誰もいない。いつまりか授業は終わっていたらしい。俺としたことが不覚を取ったな。どうしたんだ？お前らしくもない。ちょっとな。俺だって考え事くらいある。そう言ってカバンを持って立ち上がる。すると黒薙が俺を呼び止めた。おい高崎、これから時間あるか？時間？え？まあ時間があってもお前に時間やりたくないけど。ああ、時間があるんだったらスリーブの部室見ていかないか？部室なんかあるん？噂のスリーブか。正直な話、興味はある。逆に言うと興味以上のものはないが、どうしようかな。そうだな、一度くらいならいいぜ。そうか、物分かりがいいじゃん。どんな感じの汚い部屋なんだろうな。もう汚いこと前提で話を進めるよ。もしかして早まったかな。そう思った時にはもう遅かった。おーい、こっちだぞ。黒薙は張り切って俺を先導してくれるようだ。そんなに訪問者がいないのか、釣り部とやらは。果たしてどのような部活なのだろうか。そのようなことを考えつつ、俺は黒薙の後について歩き出した。俺たちは昇降口で靴を履き、旧校舎の方へと向かった。上履きではいけないような場所にある時点で、妙な気な臭さを感じずにはいられなかった。そもそもそんな暗い通路の存在自体知らなかった。裏ルート、お前何、学校側に何も言わずに何作ってんだお前、部室。お前、ああ黒薙、釣り部の部室って旧校舎にあるのか？いや違う、もっと奥だ。奥？旧校舎の奥、なんかあったっけ？普通に生活していたらまず縁の場合ない場所だからな。俺は必死に記憶を辿ってみる。そうだ、確か物置が長屋敷に連なっている部屋があった気がする。体育祭などのセットが保管されているのだろう。実際に足を運んだわけではないので完全に予想の域を出ないよ。よし、こっちだ。俺たちは暗がりをひたすら進む。表札がちゃんとついてる。お前そんなんどこで作ったん？どこに依頼したんこんなん？旧校舎の鍵に隠されたその建物の一角に謎の釣り部の部室はあった。俺たちの前にはとても立て付けの悪そうな扉。というか、もしかしてこれって倉庫じゃないか？違う、釣り部の部室だ。ガチで使われていない倉庫を占拠して部室に改造したとなんて。アウト！黒薙アウト！これ学校側に密告したらお前は定額です。力いっぱい否定してるところがかえって怪しいぞ。まあそれはどうでもいいとして。よくないな、よくないわ。そんな俺の思惑を汲み取らずに
黒薙はポケットの中から RPG でもできそうな鍵を出して扉を開けた。お勝手に鍵管理してんかお前。ようこそ高崎、ここが釣り部だ。8歳以下幼女限定。お前逮捕されたいんか。ここが。俺は室内を見渡してみる。机に椅子、そして使用可能状態らしいパソコンも用意してあった。ロッカーの中には古いプログラミング関係の本などが陳列している。なんなん、プログラミング部なん。なあ、これのどこが釣り部なんだ。わからないか。ほら奥の方を指さす黒薙。そこには壁に面したロッカーと空気で膨らませるビニールプールが鎮座していた。まさかこれが釣り堀か。そうだ、室内練習用の豪華釣り堀だ。うん、レベル低いな。1980円。の釣り堀がどこが豪華なんだ。そう思ったがあえて口には出さなかった。でだ、釣り部の活動って具体的に何するんだ。釣り部はこの備品を活用して来るべきその時のために思い思いに自己鍛錬に励むのだ。来るべき時ってなんだよ。とりあえず俺は物質内を歩き回って備品を見てみる。イラスト屋の段ボールがあるし、なんか他の風景とは違うイラスト屋の段ボールがある。これ取っ手付けたかのような自転車とグラフィックがまるで違うもん。奥に鎮座しているビニールプールの釣り堀はいいとして、問題はこの奥の壁に備え付けられている小さなロッカー群だ。2、3箇所ほどには鍵はかけられているが、それ以外の場所は簡単に開くようだ。試しに俺は施錠されていないロッカーの一つを開いてみる。そこにはなぜかつなぎと全身タイツが男らしく収まっていた。見なかったことにしよう。俺はさらに物質の中を見て回る。ロッカーの横には大小さまざまな段ボールが無造作に積まれていた。一体何に使うんだこれは。そこで俺は釣り部の物質がもう一段階奥につながっていることに気づく。俺はさらに奥の方に足を進めた。ふとその奥から入り口にかけて鉄板を曲げて作ったレールのようなものが伸びていることに気づく。鉄板？おい、これ一体何なんだ？パソコンをいじって黒薙に聞いてみる。すると黒薙はこれも、こともなきに答える。ああ、それか？それはカタパルトだよ。なんだよカタパルトって。カタパルトって何のだよ。そう聞きつつも俺はその先に格納されているものを目の当たりにして思わず息を飲んだ。そこには一気の自転車が置かれていた。先から気になっとったけどさ、もちろんただの自転車ではない。随所に改造が施されているのだ。前輪の横には手持ち型の懐中電灯、前かごに乗っている謎のキャラクターのぬいぐるみ、ハンドル部周辺に取り付けられたギアやスピードメーターといった計器類、ペダルの付近についているいかつい動力源と、その四角から伸びる銀色の配管排気管、そして後ろの荷台にくくりつけられた大きな箱と後輪付近のブレーキランプ。これは。そう、これこそが釣り部の技術の粋を結集させて作られた戦闘用自転車村田号だ。釣りの要素どこ行ったん。村田号。あらゆる事態に対応できるシステムが搭載されている万能機だ。こいつを使いこなせれば敵はいないも当然だろう。ないと戦ってんだよ。とそこまで言って一息置いて笑う黒薙。まあそれ以上に燃費が悪くて頻繁に運用できないのが最大の弱点だがな。そう言って黒薙は作業へと戻っていった。村田君か。なんか
無駄な時間を過ごした感じに押し寄せてきた。いる？こんな物質いる？そんな感じで物質を見ている間に、そろそろ日暮れ時だ。さて、今日は日も暮れてきたし、お開きにするか。やっぱり釣り部の全貌がつかめなかった。だが、とてつもなく怪しい場所だということは分かった。こうして、俺の初めての釣り部体験は終わった。校長に密告しようかな。放課後には釣り部やってるから、気が向いたら来いよ。部室に鍵をかけながら、黒薙はそう言ってきた。まあなんだ、気が向いたらな。俺はなんとなくそう答える。密告しようぜ。そして町で夕飯の調達をするという黒薙と別れて俺は帰宅する。さて今日は特にすることもないしな。寝るか。俺は早々とベッドに身を任せた。で、電話？一体こんな時間に何なんだ？はい、高崎ですけど。黒薙か？おー、高崎だと思ったわ。聞きたいことがあるんだが。また無駄な話に付き合わせようとしてるな、お前は。やっぱりこんな時間に電話かけてくる非常識なやつは黒薙以外に存在しないようだ。なんだよ、こんな時間に。俺にとっては大切なことなんだ。とりあえず行ってみろ。一体何が聞きたいってんだ？あのさ、銭ってどれくらいで円になるんだ？またそんなことかよ。100銭で1円だよ。ちなみにその下は輪なんて単位もあって、10輪で1銭な。おー、ありがとな。明治の公務員の月給が4円くらいで、うどんが1杯1銭だって聞いて気になってたんだ。そりゃどうも。ちょっと待って、どうして俺がそんな時間に歴史的金銭単位の話をしなきゃならんのだ。前回のこともあるし、何かだんだんと歯が立ってきた。でもさ、高崎ってそういうことよく知ってるよな。もう銭も輪も使われなくなった通貨の単位なのにさ。お前それ本気で言ってんのか？え？黒薙、輪はともかく線は今でも普通に使われてる単位なんだぞ。株の話ではなんかよく話聞くよね。マジか。だって俺銭なんて見たことないぞ。大マジだよ。嘘だと思うならニュース見てみろ。ドルと取引されてるから。そうそうそう、株価ってさ、円だけでその下の線もなんか表示されてるよね。ただし仮想的にだがな。もしかして見せてくれ。豪華なのか、それとも欲しい。うるせえ。付き合ってらんね。俺は黒崎の話を強引に電話を切って終わらせると、そのまま再び床に着いた。次の日になりました。ああ、またこの夢の中入ってきたよ。毎日これが続くんだよ。その度に目覚まし時計でいいとこへ終わらされるんだよな。よっしゃ、時間が時間なんでここでお会いとさせていただきます。まさかヒロインとの会話が一回もなくこのパートが終わってしまったぞ。みんな、あ、保健室のあの人はおっぱいが大きいだけでヒロインとは認めません、俺は。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。あ、そういえば黒薙のことがメインヒロインだって言ってる人もいるけど、俺はあの男だから俺はメインヒロインとは認めんからな。終わり。